どうも、陣内智則です。さあ、今回の企画はやってきました。みんなで新ネタ考えようです。今回はね、催眠術というネタをね、陣内智則フリークは知ってる人おるかもしれないけど、これもね、20年ぐらい前に作ったネタで、大阪時代、若手時代にエンタで一回やったんですかね。一回やりました、ね、一回やったね、はい、で、これをね、YouTube で配信しようと思ったんですけど、やっぱね、そのまま配信したらさすがにきついなと。まあさすがに俺もその辺のジャッジはできるんでね、何でもかんでも YouTube で出すのはどうかなと思って、じゃあやっぱりね、YouTube ネタ人の登録者の皆さん、実績ありますから、前回はサンタクロースっていうネタをね、生まれ変わって新ネタ作ったんで、今回もちょっとみんなにボケをもらって、昔の僕のボケと混ぜて、新たに催眠術という新ネタを作ろうということで、知らない人もたくさんいると思うんで、どんなネタかと言いますと、一応台本がね、昔のやつあるんですよ。これ僕がね、あの舞台でピンスポみたいな感じになってて、まあ、催眠術ね、よく見たことあると思うんですけど、ナレーションで催眠の世界へようこそって流れるんですね。ちょっとこう幻想的な音が流れながら、催眠術の力であなたは私の言う通りになりますっていう。で、まずは何も考えずにゆっくりと目を閉じてください。僕はちょっとあんまり催眠術を信じてない人というか、いやそんなんなるわけないやんっていう人ですね、陣内智則。で、ナレーションで私が3つ数えるとあなたは宙に浮きます。3、2、1、はいってなってパンって明点になる。え、何も変わってへんやん、宙になんか浮いてへんやないかって言ったら、あれれれれ、お葬式だというのにあなた一人だけバレリーナの格好ですって言って、なんかお葬式の写真に僕がバレリーナの格好がしてる合成の写真がバンって出る。いや、めちゃめちゃ浮いてるやんみたいな感じです。分かってくれたかな。まあもう一個、例えば私が3つ数えるとあなたは名前が言えなくなります。絶対言えるわみたいな。3つ数えるとあなたは女子12学坊の全員の名前を言いたくても言えません。いや、もともと言われへんわみたいな感じ。これだから女子12学坊っていうところが時代やね。そうですね。もう知らない人おるよね。あ、ま、もう一個言いましょうか。私が3つ数えるとあなたは増えてどないすんねんと言いますみたいな。いや、絶対言わへんわ。いいですか、3、4、5。いや、増えてどないすんねんみたいな感じ。みたいな感じです。これ分かってくれたかな。なんせナレーションで私が3つ数えるとあなたは何々をしてしまいますとか、なんとかになりますとか。ほんで俺は、いや絶対大、絶対ならへん、絶対ならへん、3、2、1、はいでなってしまうっていう。これね、難しいのは難しいんだよね。ちょっと難しい。あんまりパターンはないのよね。それをね、みんなで考えてもらう。昔やったら河村隆一さんとかも今の人あんま分からへんよね。そうですね。君の声をってこういう歌い方ですね。それを使って何も考えずに目を細めてゆっくりと口を開けてくださいって言われて、僕は目を細めて口をわーって開けた時に河村隆一さんの曲が流れるとか、何さしとんねんみたいなのがあったんですけど、これいけるかな。これ一番難しいかもしれない。これ一番難しいねんけど、ちょっとこれは冒険的な企画。あ、例えばもう一個、私が3つ数えるとあなたは指揮者になりますっていうね。絶対指揮者ならへん。いいですか、3、2、1。あれ、指揮者の指揮ってどう書くんやったっけみたいに言われて、いや指揮者の指揮はこう手辺にこう指書いてこう言ってなったら音楽流れて、気づいたら指揮者に僕も持ってるみたいな、みたいな感じのことなんですけど、まあ、これはちょっとなかなか冒険でもありますから、あとはもう皆さん託そうか。デックス、そしてムッチ、カンパレナ、森山モリモリさんとか、カズニャンとか、みんな頑張ってなんとかしようということで待ってますんで、いいのん来たら、催眠術を作りますんで、今回はみんなで新ネタ考えよう、催眠術なんとか形になるように皆さん頑張ってください。皆さんのボケ待ってますということで、皆さん催眠術一緒に作りましょう。お願いします。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。